なんかめちゃくちゃエモいねこれ。いただきます。おはようございます。いただきます。おそらく今日というか今回が最終回になる予定です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とってんやまいけるかな。もうちょっと早く無理数もやっときゃよかったな。あ、え、これ谷口さんじゃない？テレビ見れるかな。昨夜横須賀近海強盗事件蹴ってつけるのやめない。逮捕されました。事件は7年前横須賀で現金輸送車が発煙筒を持った男に襲われ、当時の価格で5000万円に相当する金塊が奪われたものです。なお強盗事件などで死亡及び負傷者がいない場合、刑法によって7年間の時効が定められていますが、本日8月29日がその期限となる日でした。危なかったね。終わりか。ってことは、あの金塊回収されたのかな？あと1日だったのに。いや、なんかここまで来たらさ、谷口さん側についてしまうよ。あと1日だったのにね。まあでも、警察も頑張ったな。おばちゃん、ニュース見た？ここから見る景色もそろそろ見納めだね。そうだね。僕くん帰っちゃうんだもんね。寂しい？あれ？見納めなんて難しい言葉よく知ってるね。照れちゃうね。子供の頃はさ、なんかテレビとかで知った四字熟語を使いたがりみたいな時なかった？あった。今日もじゃあ一勝負しに行きましょうか。あれ？あ、お前か。ギラタクワータ72ミリ。これは強そう。ただ、スタミナはそんなないから、ワンチャンスあるね。てかさ、クイーンカブトをさ、普通のクワガタとかで倒さなきゃいけなかったってことでしょ？カブトは強いから、楽に勝てるけど、きついよな。あと何クワガタがいるんだ？早く出してくれ、秘密の秘密兵器。俺もう帰っちまうぞ。ちゃんと、作ってるね、新しいの。精が出るね。もう帰る日決まってんの？うん、31日だよ。そうなんだ。ねえ、ねえ、小さい頃さよならの時に言ってた決まり文句があったんだよね。僕その言葉大好きだったんだけど、なんだか思い出せなくて。どんな言葉だろう。なんだろうね。ジジイどこ行ったんだ。まさか共犯者ってジジイじゃねえよな。なんか全然見かけなくなっちゃったんだけど、狼ジジイ。26ミリ、33ミリか。あ、中覗いて逃げて。なになになに。その日、小屋の近くに狼爺はいなかった。え？あれ？化け狐？化け狼？おじちゃん、やっぱり狼になっちゃったのかな？そんなことはないでしょ、さすがに。何その、鶴の恩返しみたいな。小屋の中は意外に綺麗に片付けられてる。絶対に覗いちゃいけませんよみたいな。じゃばーん。お、まだキラキラあるや。ポリケラトプス、いいね。結構集めたけどな。ん？開いてる。ってことは？まさか？え？あれ？帰ってきてる。お盆じゃないのに。何を見ているの？ほら、ほら、そろそろ降りてくるよ。何が？あの世界とこちらがさっさつながったの。これ自爆霊じゃないよね。そろそろ降りてくるよ。やばいやばい。なんだかわからないよ。魔界とつながった。君もお兄ちゃんになるんだね。おめでとう。ああ。え？知ってるね。幽霊だから。怖すぎる。怖いって。まあでもさ、生まれたばかりの赤ちゃんとか、
となんか繋がるみたいのはあるよね、その生きてない人の。めちゃめちゃ怖い話だけど、まさかまさかだったね。ごめんな光、寂しかったろ、夕方に来ちゃって。ああ、みんな私を置いてどっかに行っちゃうんだろう。本当に寂しかったらしい。そうだね。ねえ、そうだね。私が遊びに行ったら泊まるとこある？犬小屋ぐらいな。あると思うけど。なんだ、心配して損したよ。なんだそれ。あ、サイモンじゃん。皆さん、ビッグニュースです。ビッグニュースです。え、まさか？私たち結婚します。お前だったのかよ。渚さんの恋人って。今まで秘密にしてて。ごめんなさい。まあ、でもサイモンならいいな。ちょっと意外だったね。僕くん、お父さんから電話。ちょっと急いで。何そのアングル。さあ、急いで急いで。うん、あ、そうか、生まれたとか言ってたもんね。うんうん、レイちゃんが、うんうん、分かったよお父さん、じゃあねお父さん。それを伝えに来てくれたんだな、レイちゃんは。あれ、弟だっけ、妹だっけ。お父さん、男の子って言ってたよ。おめでとう、ボク君。やったよ。虫相撲で戦わせようか。ボクちゃんおめでとう。これで俺と同じくお兄ちゃんってわけだ。おめでとうボク。ああ、僕も弟欲しいな。いや、わかる、次男ってな。そうなんだよな。お兄ちゃんと弟もいることになるのに。僕も一度でいいからお兄ちゃんって呼ばれてみたいよ。俺もこないだ高校生のいとこが男の子なんだけど、遊びに来て、なんか、エイペックスをね、やりたいって言うから、やらせてあげて、兄ちゃんすげえ、そんなの、そんな動きできるんだみたいな、すげえ感動してて、めちゃめちゃ気持ちよかった。おめでとう。生まれたんだってね。うん。サイモンもおめでとう。でもなんだか変な気持ちなんだ、僕。ほら、ビッグプレゼントだ。朝顔が咲いてた間、毎日ちょっと1枚ずつ撮ってたんだ。マジかよ。だから咲いてた日数と同じ枚数の朝顔の写真をあげるよ。途中水あげなくなっちゃったよ。わあ、ありがとうサイモン。サイモンも君の喜んだ顔が見られて嬉しいよ。言ってよ、撮ってるなら撮ってるよって。雨の日に開いた傘みたい、仲良く丸いの並んでる。うわあ、マジで毎日撮ってくれてる。しかもちゃんと違った角度から撮ってくれてんじゃん。あ、これで終わりだ。何枚やった ?1、2、3、4、5、6、7、8。7枚か。1週間しか咲かなかったらしい。まったく。3週間ぐらい咲いてたよね、多分ね。水あげてたら。うちのお風呂、広くていいだろ。うんうん。それだけ？その一言だけ？なんか民宿に来た1日目並みの会話だったんだけど、あえてな、原点回帰するみたいな。もうずっと光ここにいるのかな。なんかさすがにかわいそうになってこない？夜だよ、夜に公園で一人ってかわいそうすぎん？弟できたんだって。うんうん、そうなんだ。光弟が欲しいな。そうだ、お姉ちゃん産んでくれないかな。それは弟じゃないってば。しかもまだ高校生やぞお前。夕方の海の家。海の家？よしこさんってギターまで弾けるんだね。え？いるの？よしこさんまだいるの？夜の海岸。明日は夕方以降だね。あれ、やすこ姉ちゃんいないぞ。ねえ、さっき弟が生まれたんだ。なになに、それは本当か。いやはや、なんとめでたいことよ。死にゆくものと生まれてるもの。あ、どうしたの？いや、何か気の利いたことを言おうとして思いつかんかんかな。あ、よ、全部レイちゃんが話してくれたから。僕すぐにでも弟に会いたいな。
わかる、こう多動症になるよな、嬉しいとな。なんかすごい、なんか検証とかで3名様にしか当たらないプレゼントが今日届きますとか言うとき多動症になる。はい。弟誕生嬉しいな。サイモンと渚もおめ渚も渚もおめでとう。いいこといっぱい嬉しいな。嬉しいな。いいね。カップルができて、一方では子供が生まれると。なんか、お、虫相撲みたいな。虫相撲のさ、あの、土台みたいなさ、髪型してないこいつ。やっぱ虫相撲で戦わせよう。おはようございます。じゃーん！さっきスペシャルゲストから予約が入ったよ。ん？どういう意味？仕事は全く一段落してないんだけど。ここが気に入ったから、休み取ってきちゃうんだってさ。ヨシカちゃんだね。誰のことなんだろう。ネタバレされたな、光に。いただきまーす。あいつマジで占いのセンスあるかもしれん。だって誰も知り得ない情報をさ、いち早く予言してるってことでしょ。あいつガチだぞ。今日2号室行ってみるじゃん。まだ予約入ってすぐだから来てないと思うけど。あー、やっぱないね。あ、うん？手紙みたいなのあるよ、これ見て。手紙。僕くん、とっても楽しかった。ありがとう。君がいい男になったら一緒にお風呂に入ってあげる。じゃあね。よしか。ハート。でもなんだろう。そんなに興奮しない。なんかもっと綺麗なお姉さんがよかったな。あんま俺、よしかじゃない、タイプじゃないな。どっちかというと、安子姉ちゃん派だから。あと、なぎささん。で、前作は、なんかそういう手紙くれる女性が一人しかいなかったら、いなかったから、必然とね、惚れられたんだけど。今回はね、女性豊富なんで、僕にも選ぶ権利があります。ねえ、僕くん。明日、本当に帰っちゃうか。もう明日か。うん、そうだけど。なんだか全然実感が湧かないよ。ね。うん、僕もそうだね。ずっとここにいたし、昔からいたし、今後もいる気持ちだわ。このままここに入れるような気がするんだ。ほら、そうそうそう。さて、今日のキングは。ってない。じゃあ、これでいいかな。頑張れ頑張れ。ねぶとクワガタか。いやー、これは、無理かな。あと、一日でね。てか、明日多分、虫相撲できるかわかんないんだよな。出てきてー！てか、明日勝っても、で、とってんやもいけなくね。はぁ、負けちゃった。で、これが、もしかしたらラストかもね。じゃあ、次は俺の番ね。まあ、虫相撲面白かったな。僕夏と言ったらこれだよね。夕方になっちゃったな。じゃ、8でじゃあ、帰って、ヨシカちゃんに会いに行こうぜ。お、なんか聞こえ始めたぞ。うわ、いた。久しぶりって言っても2日ぐらいしか経ってないけど。もうここで何万年もの間ずっとギターを弾いてたような気がするね。今はこの幸せな時間が永久に続くもののように、始まりも終わりもないものに感じられる。じゃあ幸せは永久には続かないものなの？哲学的だね。いや、そんなことはないよ。永久に続く幸せだってきっとどっかにある。なんだ、子供のくせにそんなことも知らないの？それは夢の中のことなの？いや、現実のこの世界のお話。この海岸でさ、海の見える街でギター弾くのエモくない？いろいろ嘘ついて騙してたこととか、しかも急にいなくなったりして。もういいよ、許して。彼氏と彼女じゃん。年の差考えろ。ねえ、女子大生はいつまで夏休みなの？ずっとかな。夏休みずっと続くといいよね、小学生。いいな、なんかこの関係。本当のオネショタはここにあったのか。気のせいかな。私がギター弾くと魚が集まってくるような。じゃあギター弾かせないよ。
でも多分なんか心残りがあったんだろうね。そう、騙し続けてたみたいな。そういうことなんじゃないの。だから帰ってきたんじゃないの。今日の晩ご飯はイカがあります。卵もありますね。イカ団子、シーフードカレー、鮭の味噌煮に。イカあったからイカっぽいな。イカにしとこう。イカ団子って何。いや、このギターの音を聞きながら釣りでもしようかな。エモくない？だって魚が寄ってくるわけだからね。マジ。まあ、ここでっかいの釣れないけど、小魚多めだよね。なんかめちゃくちゃエモいねこれ。このギターの音を聞きながら魚釣り、メバル。まあ、こんなもんでいいか。ご飯食べようぜ。晩飯できたよ。ちょうど。そうだよ、戻れるなら戻りて、それが本音だ。でもそれができるかどうか。大工に戻りたいって話ね。どういうこと。もういい年だってことで諦めてるんじゃねえんだ。駆け出しのやつよりは動ける自信がある。てかシーフードカレーじゃん。でもミスった。料金も最初は連中と同じになっちゃうだろうから、ここをやめたらさすがに食べていけなくなるだろう。じゃあ父ちゃん、この民宿を俺にくれよ。え、ねえたけし、それどういうこと。俺が高校を出るまであと7年だけここを続けてくれよ。結構長いよ7年って。あとは父ちゃんがライブをやろうが何だろうが関係ねえよ。おじさんも多分力仕事できない年になるからな。ごちそうさまでした。あれ、あれ、お姉ちゃん、なんでここにいるの。みんなでお別れ会するよ。とにかく浜辺に集合してね。おじさん、おばさん、私ずっと騙しててごめんなさい。まあしゃあないな。僕ちゃん、今年の夏楽しかったね。そうだね。俺さ、大人になってから今年の夏のこと絶対思い出しそうな気がするんだよね。うん、そうだね。いや、来年も来てあげよう。ねえ、たけし兄ちゃん、来年も同じこと言うかな。ん、なんだ。こういうのって一生に一度だから言えることだよね。いろいろとありがとう。よせよ、礼なんていらねえよ。まあ、あっちに帰っても元気だな。そして私たちは無言で握手しました。さてと、みんな横の浜辺に行ってるみたいだから、俺も先に行ってるよ。全然違うところ行って夜更かししましょうかな。本当にイベントなくなるのかな。それはさすがに。お、みんないる。お、なぎささんとサイモンもいる。サイモン足しかほとんど見えないけど、わかる、これがサイモンっていうのは。よく見た足。もう、帰っちゃうんだね。寂しいよ。都会に戻っても、私たちのこと忘れないでね。うん。ねえ、二人はいつから仲良しになったの。二人とも生まれる前からいろんな色の糸でつながっていたんだよ。おいおい、つまりこういう運命だったのさ。運命って。うん、頑張ってご褒美をもらえた時だけ信じればいいんだよ。なんだ今の運は。あとは失敗を神様のせいにしたいだけだね。確かにいいなそれ。来年も来るの。来いよ、約束だ。かっこいい。でも、たけし兄ちゃんが嫌がるからな。あんなかっこいい別れ方して。でも、父ちゃんさ、もう結構年だし、本当にダークさんに戻れるのかな。そん時はそん時で、俺が食わしてやるのさ。えらいな。そうそうそう。俺がここの主人になったら、まず真っ先に僕ちゃんを招待してやるぜ。いやでも来年来るって。いやーそれにしても楽しかったな今年の夏。ねえおばちゃん、僕いい子だった。うん、とってもいい子でした。
おばちゃん。びっくりした。チューされるかと思った。一歩引いたね。と言いかけて、なんだか自分の母親に悪いような気がして。わかる。俺も友達のお母さんにめっちゃよくされてて、あなたやっぱり優しい子ね。なんか好きって言えないよね。そうそうそう。今日の晩御飯はここで言うんだね。栄養満点のシーフードカレーとアジの唐揚げでした。最後の晩飯クイズ外れたな多分な。これラストでしょ。話当てに行ったんだけどな。ねえ、あんたんちって弟が生まれたし、働き者の女の子が家にいたら簡単と便利じゃない。こんなにグイグイ来る女の子いないよ。チャンスだぞ、僕くん。でも2学期の途中で学校が変わるとちょっと面倒なのよね。でも意外と現実主義。めちゃくちゃビビるじゃん。なんだモテる男は辛いぜ。私さ、東京から帰ってきてすぐに思ったんだけど、以前より道も空も随分広く感じられるんだよね。そうなんだ。田舎は空も道も広い。こんなことが愛おしく感じられるなんてさ、なんだか私は永久に本当の都会っ子にはなれないのかもね。でも故郷を忘れないその気持ち大事にしろよ。ああ、東京に戻りたくないな。夏休み最後のスペシャルパーティーへようこそ。なんだか寂しすぎるパーティーだね。やっぱそう思うの。まあ、夏ももう抜け殻だけどもね。あのさ、私明日は見送りに行かないよ。なんで？だって寂しいじゃない。そうだね。会いに来てくれたのに。ごめん、せっかく電話もらったのに遅れちゃって。何してたの？ちょっと手が離せなくて。ねえ、私光ずっと揺れてるな。もうこの街にいないんだよ。なんだか信じらんな。じゃあ帰らなきゃいいじゃない。それができれば苦労はしません。というわけで、こうやって君と話すのもしばらくお預けってわけ。悲しいね。かなり悲しい。でもしょうがないので、ある。そうだね。手紙、あっちに書いたら、とりあえずすぐに手紙を書くよ。うん、ありがとう。まあでも、なんだかんだで忙しくて遅くなっちゃうかもしれないけどね。じゃあ、首を長くして待ってるよ。ねえ、そういえば、僕、子供の頃の大切な別れの言葉、思い出せなくて困ってたんだけど。お？昨日やっと思い出したんだ。え？何？特別な言葉なんかじゃなかった。だからやすこちゃん呆れちゃうかもしれないけど。なんだろう。やすこちゃんバイピーとか、いつも夕方家に帰るときギャル語なんじゃないの。また明日って言ってくれたんだ。あの言葉、僕があいつどんなに嬉しかったことか。泣いちゃう泣いちゃう。どうしたの。本当に呆れちゃった。AC ジャパンの CM みたいでいいね。また明日 AC みたいなあるよな。さっさとお姉さんがなんか歌ってあげようか。え、お姉ちゃん歌えるんだ。あら、失礼しちゃうね。私はガキンチョに聞かせる歌は持ってないの。だから君がこの夏少しでも大人になったら歌ってあげようと思ってたんだ。聞いてください、香水。大人になったの。うん、せいぜい1ヶ月分だけどね。ガクシー。嘘嘘、見違えるほどにたくましくなったよ。尾崎豊とか歌ってほしいな。あーあー。大丈夫これ、著作権は大丈夫ですか。
エモいねこれね。心なしか光のこの動きがメトロノームに見えてきた。伏線だったのか、ずっと揺れてたのはこのための。波の音がちょっとでかかったな。ねえ、それなんて人の歌なの？え？ハッピーエンド。泣かせに来てるな。はあ。おやすみなさい。みんなどうもありがとう。楽しかった夏休み。この日をきっと忘れない。もうちょっとだけ寒いけど。もうちょっとだけ寒いけど。エモかったね。僕くん、自分の自画像を描くの下手じゃない？目どうなってる？いただきまーす。おはようございます。いただきまーす。今日はもう帰るだけかな。僕くんの服装が違う。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一番最初に来た時と一緒じゃない？忘れ物ないか？うん、大丈夫だと思うよ。やすこよ、ちょっと寂しいかもしれないが、あちらでも頑張ってくださいよ。やすこちゃんも同じ服だ。ほらほら、まるで赤子のようじゃな。じゃあ、気をつけてね。赤さんによろしくね。父ちゃんの泣き方、癖強すぎる。俺のこと忘れんなよ。うん、壁にして、壁に。お前しげるの声じゃなくてこれ。ちょっと虫図鑑とか虫の標本を作り忘れちゃったんで、あ、最後にねおまけでつけておきます。あ、来た来た、ようやく見える、やったやっと見れた。あ、お前共犯者じゃなかったんだ。え、共犯者変わってる？落ちない、落ちない、落ちない、落ちない。頑張れ。見えた。まっすぐ飛んでる。やったー。めっちゃ感動的。よかった、最後に見れて。ここのムービーノーシグナルだったら俺もうマジでぶん投げてたよ。うわー楽しかった。うわ、なんか急に蘇ってきたんだけど、一日目から。オオカミ自身もちゃんと生きてたわ。オオカミにならなくてよかったね。結構近いところで見送っててくれたね、ヨシカさんも。いい島だったな。ちょっと鳥天山行けなかったけど、それでも全然満喫できた。もうちょっと早く虫相撲やればよかったね。私は、あの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。おー、ということで僕夏2以上で終了でございますけれども、いかがだったでしょうか。これもあれかな。半径がうるさいやつかな。これ歌った方がいいやつかな。これでもね、邪魔しないように聞きましょうか。なんか知ってる名前結構ある気がするな。いや、やっぱね、僕ダンカンだ。そう、ダンカン、ナレーション誰だと思った。ダンカンだよ、ダンカン。読みたくなる絶対。いや、やっぱ僕夏いいな。もう夏もね、収録時期的にはもう夏の終わりなんですよ。もう本当に終わり。もうギリギリでやってるんで、バランスと今日30日なんですよ。本当に夏のこの8月31日までに終わるかなって思ってたんですけども、やっぱ僕はね、夏の宿題は最後に貯めるタイプでした。もう本当にギリギリになるまでできなかった。なんだろうね、これね。もう、
結局子供の頃にそういう生活を送ってる子は、大人になっても一緒なの。仕事でも何でも納期ギリギリでやっちゃうでしょ。それと一緒なんですよ。結局人は変わらねえ。ただ、このね、僕夏を通してね、このノスタルジー感、こういうのね、味わっていただければ、僕も 大満足でございました。なかなか、でも大人になって、こう、少年時代を振り返ることって、まあ、ちょうどいいところにテーマソング、少年時代書いてあった。少年時代をね、思い出すことって、あんまりないかもしれないんだよ。こういうね、ゲームを通してね、あの頃は、ああだったな、みたいな。昔、仲良かった友達にまた会いてえな、みたいな、そういう気持ちを思い出していただければ、いいんじゃないかなと。で、ご縁があるなら、ね、友達に会ってね、みんなで共有し合ったりっていうのもまた、いいんじゃないかなと。完全に俺なんか感動的な感じで持っていこうとしてるけど、いいんかな結構ふざけた実況してた気がするんだけど、結構馬鹿にするようなこと言ったりしちゃったからね。そんな感動的な実況じゃないと思うんだけどね。まあまあまあ。そういう実況でも、こう最後にはね、ちゃんと泣けるような感じになるのが、この僕夏でございますよ。フルで行くのねまだ喋るか、ゆっくり聞こっか、じゃあ。あとは、井上陽水がお送りします。私のルルルは夏模様。何これ？え、ガチで宇宙行ったの？すごくない？すごくないこれ。はい、ということで、感動的なエンディングのね、後に、おまけコーナーということで、打足かもしれないんですけど、ちょっとね、虫の標本を最後に作り忘れてしまって、最後の2日間はもう流れに流れちゃったんで、作る暇がなかったと。ということで、最後に、まあ、どんぐらい僕がね、虫集めたかというと、まあ、結構集めたんですよ。あとまあ、カブトムシ、この辺、虫相撲で活躍した、こいつらをね、標本にしようかなと。カブトムシメス、オスよりちょっと小さいけれども、押しても引いても動かない。女の子でも侮れないぞ。そして最後は、このドスコイハリケーン1、55勝2敗の、こいつを、標本にして、終わろうかなと。カブトムシ、大きな角と小さな角で、クワガタなんかは目じゃないぞ。のしのし歩き、ガシガシ相手をやっつける。かっこいいね、やっぱね。これで、じゃあ標本を、ここに埋めてと。まあ、結構集まったくない？こう見ると。まあ、上がクワガタカブトムシ。で、バッタ。で、蝶だね。蝶はもう、1、2、3、4、5。6列。で、幻の、なんか、貴重な蝶とかも、舗装蝶とかね。あとは、クモ、マツ、マキ蝶。とかね。こんなのも集めつつ、まあ、で、トンボ、セミ、テントウムシ。で、ホタルと。まあ、本当は多分もうちょっといるとは思うんだけど、まあ、こんな感じで、この実況を通して集めた虫が、こんなにいると。やっぱ、いいね、夏は虫がいっぱい取れて。最近は僕も虫嫌いになってきたというか、まあ、あんまり虫見て興奮しなくなってしまったんだけど、まあ、やっぱ、初心に子供の頃に帰るみたいな、そういうワクワク感がありました。で、そういうことで、おまけコーナーは以上。ということで、皆さん夏の宿題は終わったでしょうか？夏にやり残したことはもうないでしょうか？僕はね、もう完璧にもう満足したので、これで終わりたいと思います。また、来年の夏、僕夏3でお会いしましょう。バイバイ。